はい、おはようございます。今日は蔵王山に来ています。蔵王山の買った駐車場から来たところですね。お釜が綺麗に見えますね。こちらが蔵王山の山頂です。こちらの方、馬乗せというところを通って、多分コマクサが咲いてると思いますので、コマクサを見に行きたいと思います。さあ、うまく見れるでしょうか。さあ、少し歩いてきました。出発したのはこの買っただけ駐車場ですけども、この尾根ですね、稜線を通って馬乗せと言われるところを通ってきました。で、こちらにお釜が見えますかね。どうでしょうか。草の咲く稜線はこちらのあたりだと思います。この辺まで行ってみたいと思います。それからこちらが蔵王山の山頂ですね。ちょっと風が吹いてますけど、行ってみたいと思います。いいお天気ですね。じゃあ行ってみます。このお花が咲いてましたね。これはオノエランというお花ですね。ランの仲間です。白いんですよね。高山植物です。珍しいですね、オノエランという。小さくて可愛いお花ですね。咲いてましたね。こういうところですね。コマクサが咲いてますね。ああ、綺麗ですね。フレッシュな感じですね。今日は見頃かもしれませんね、ほとんど。ね、高山植物の代表のようなお花です。くれましたね。こんな感じです。ここは風景ですね。ちょっと風吹いてますけど、こちらが買っただけで、こちらが南蔵王山山ですね。遠くには少し福島県富山畑の境、吾妻山が見えてます。ここがこの馬乗せと呼ばれる外輪山みたいな感じですかね。河口のヘリですね。ここは歩いてきました。もう少し行ってみます。駒草の道、こんな感じですね。割とずっと咲いてるんですよね、あちこち。小さいのでね、カメラでは見にくいんですけどね。ずっとずっと咲いています。ちょうど見頃ですね。コマクサ結構いっぱい咲いてますね、あちこちに。この断崖が全てコマクサ畑ですね。ちょっと私のカメラでは見えないですけどもね、小さいのは割とみんな駒草なんですね。少し見えてきましたかね、駒
コマ草ですね。いや、すごいと思います。はい、ここが熊野十字路ですね。馬乗せの方向ですね、こちらがね。でこちらが熊野岳ですね。こちらが地蔵岳です。地蔵岳は樹氷のメッカですね、はい、じゃあ熊野岳方面に行ってみます。この花は岩おどぎり、岩おどぎりっていうんですけども、おどぎり草の高山植物版ですね。今からどんどん咲くと思いますね。割と目立たないお花ですけども、今のお花ですね。はい、蔵王熊野岳山頂に到着ですね。1840メートルですね。三角点にタッチです。はい、お疲れ様でした。よかったです。頂上には花碑がありますね。斉藤茂吉の花碑だと思います。山形盆地が、まあ、少しもやってますけども割とよく見えます。蔵王地蔵岳、ここは地表のメッカですね。あと奥羽山脈が見えますね。山頂には蔵王山神社がありますね。神様の山ですね。無事来れてよかったです。今日はいろいろお花を見れて、細かさも綺麗でしたね。無事来れてよかったと思います。今日は見ていただきどうもありがとうございました。それではまた、はい、お疲れ様でした。蔵王山のジェラートですね。蔵王山、いただきます。